2020年、超大型プロジェクト、アイランドをきっかけに結成された、エンハイプン。読み方、エンハイプン。ジャングワン、ヒーセング、ジェジャク、サンハウン、スノー、NIKI の7人で構成された、韓国初のグルーバルグループです。そんな彼らが、2月23日から25日に、韓国ソウルの KSPO ドームにて、 エンハイプンワールドツアー一獣引用フフェイトプラス一獣引用フインソールを開催。これは昨年行われたワールドツアー、エンハイプンワールドツアー一獣引用フフェイト一獣引用フのアンコール公演で、今回のソウル公演の他に、4月からはアメリカご都市での公演も予定されています。キャンキャンでは、即ソールドアウトした今回の3日間のコンサートから1日目の、 2月23日の公演のレポートをお届けします。昨年7月のソウル公演を皮切りにスタートし、日本、アメリカ、さらにアジアと世界各国を回ったワールドツアー、エンハイプンワールドツアー一重引用フフェイト一重引用フ。今回の、エンハイプンワールドツアー一重引用フフェイトプラス一重引用フインソウルは、ワールドツアーのアンコール公演で、 エンハイプンにとって約7ヶ月ぶりとなるソウル公演になります。壮大な世界観の中、白の上下に王子様のようなジャケットで登場した7人。ドランクデイズドからスタートし、色気のあるダンスパフォーマンスで会場は一気に熱気に包まれました。続けてブロックバスターを披露すると、久しぶりにソウルに戻ってきました。とリーダーのジャングワン。 そしてメンバーたちも挨拶。J はこの日体調不良でしたが、J はエンゲネ、読み方、エンジン、ファンの総称に会いたくてステージに上がりました。J のためにいっぱい叫んで、とジャングワンが会場に呼びかけました。その後、レッド・ミー・イン、20キューブ、フリッカー・フィーバー、さらに昨年にリリースされたフィフスミニアルバム、オレンジ・ブラッドの収録曲。 スティルモンスターを披露。次のパートでは、白ベースのカジュアルな衣装にチェンジして登場した彼ら。フューチャーパーフェクト、パスザマイク、さらにダンサーも登場し、ブレスドカースドなどを披露。2021年に大ヒットした曲、テイントダッシュドでは、メンバー同士でラグビーボールを投げ合いながらパフォーマンス。最後にヒーセングが客席に向かってボールを蹴り、 会場は大いに盛り上がりました。ここからは、ユニットパフォーマンスのため、J、ジャ c サンハウン、スノーは準備へ。残ったジャングワン、ヒーセング、NIKI がステージ上でトークすると、ヒーセングが、ジャングワンも今日のために遅くまで練習していたよね、と聞くと、ジャングワンはどうしようか迷ったんだけど、エンゲネが好きなステージだと思う。 多分皆さんも知っている曲だと思うので知っている人は一緒に歌ってねとお姉さんが好きでエンゲネのために歌いたかったというエクソのシング・フォー・ユーを披露まさにタイトル通りエンゲネのために歌ってくれましたその後ジェイ・ジャク・サン・ハウン・スノーは客席スタンドに出現した花畑のようなたくさんのカラフルな花に囲まれた座席に登場 J のアコースティックギターの演奏に合わせて TFW、ザットフィーリングフェンを披露。もう一つのユニットステージはヒーセングのピアノに合わせてジャングワン、NIKI も一緒にジャスト a Little Bit を披露。両ユニットともパワフルなダンスパフォーマンスとは違う甘い魅力を見せてくれました。ポラロイドラブではジャングワンと NIKI、 ヒーセングとサンハウン、ジャクトスノー、ジェイがそれぞれトロッコで会場内を移動。会場のエンジンとかなり近い距離で手を振ったり、ハートを送ったり、エンジンのリクエストにたくさんいらえてファンサービスするメンバーたち。ステージに戻ると、ワンアンドオンリー、シャウトアウトを披露。ワンアンドオンリーでは、なんとステージにたくさんのピカチュウが登場。ピカチュウをなでなでしたり、 一緒に踊ったりして、メンバーのキュートな表情がたくさん見られました。MC パートでは、先ほどのステージを振り返り、エンジンの近くに行くことができて、楽しかったです。スノー、ピカチュウも来てくれましたね。弱、などとコメント。ここで、ジャングワン、ヒーセング、NIKI は次の曲の準備へ。ステージでは、J たちが、 フェイトプラスだけの特別なステージがありますよね、とサンハウンに振ると、サンハウンはジャスティン・ビーベルのボーイフレンドをソロで披露し、会場を魅了。この曲を選んだ理由を自分の声に合っていると思ったし、歌詞がエンジンに伝えたい言葉だったから、と明かしました。準備を終えて戻った3人も加わり、ジャングワンはさすがエンジンの彼氏とコメントし、会場からも笑いが、 そしてメンバー全員が揃うと今度はエンハイプンから会場に向かって声を合わせてみようかとリクエストエンハイプンからの振りでジャスト a little bit やシャウトアウトを完璧に歌う会場のエンジンにメンバーたちもとても嬉しそうな様子歌だけではなく首を動かすダンスで SNS でも話題になったスイートベナム の振り付けも完璧にマスターしている会場のエンジンにメンバーたちも驚き、喜んでいました。そして、次は先ほどのユニットと同じメンバーで分かれ、二つのグループでダンスバトルタイム。会場の歓声が大きい方が勝ちということでしたが、ほぼドローだったため、ジャングワンとサンハウンのソロダンスで勝負を決めることに。ジャングワンは J. タジョルの Like I Do を、 ジャングワンは、キム・ジョングクの愛らしいを踊りましたが、ジャングワンが途中で恥ずかしくなってしまい、ステージで倒れ込んでしまうなど、大いに盛り上がりました。NIKI の美しく、そして色気たっぷりのソロダンスから始まった次のパートは、チャコン・ビルス、クリミナル・ラブ、ワン・イン・エービリオンと続き、盛り上がりは最高潮に。さらに、バイト・ミー、 今回のツアーでは初披露となったフェイトスイートベナムと盛り上がりは最高潮のままついにラストへ大きなスクリーンが閉じ幕を閉じましたなりとまない歓声の中流れていた映像と同じような花に囲まれたステージに再度登場した7人はアンコール曲オレンジフラワーユーコンプリートミーを披露最後の挨拶ではエンゲネの方々がいるから 僕たちがいます。J.SNS などで、フェイトというツアーなのに、なぜフェイトを歌わないのというコメントをよく見ました。笑い。今回歌って、エンゲネの皆さんが喜んでくださって本当に良かったです。n i k i オレンジフラワー、You Complete Me を歌いながら泣きそうになりました。たくさん準備したし、会いたかったです。 明るい雰囲気でとても良かったです。スノー、こうやって、いつも幸せにしてくれるエンゲネ、ね。ありがとう。いつも心に深く感じながら踊っています。まだまだ不足している部分があるけど、大きな感動を与えられるような歌手でいます。愛しています。ヒーセング、僕、MC でコメントするのも上手くなったでしょ。笑い以前はとても緊張していましたが、 エンゲネの前でステージをすることにも気持ちが楽になりました。もっと一生懸命に努力する弱になります。弱、どんな運命であっても、エンゲネにはエンハイプンがいて、エンハイプンにはエンゲネがいるという事実は変わりません。ジャングワン、約半年ぶりに会って、エンゲネが前回のコンサートとあまり変わっていなくてがっかりしないか心配でしたが、そんな心配は全く必要なかったようです。 これからも、もっとエンゲネの信頼に依頼られるようなアーティストになります。サンハウン、とコメントし、最後を締めくくった。そして、公演の最後の曲、カルマを披露。最後までファンに手を振ったり、遠い席のエンゲネにも届くように、しっかり会場中を見渡す7人。熱気ざめやらぬまま、ワールドツアーのアンコール公演。 エンハイプンワールドツアー一重引用符フェイトプラス一重引用符インソールの1日目が終わりました。エンハイプン、エンハイプン、2020年、超大型プロジェクト、アイランドを通して結成。BTS を輩出した HYBE ラベルズの後輩で、ジャングワン、読み方、ジョンウォン、ヒーセング、読み方、ヒスン、ジェイ、読み方、ジェイ、ジャク、 読み方、ジェイク、サンハウン。読み方、ソンフン、スノー。読み方、ソヌ、NIKI。読み方、ニキ。による7人組グローバルグループ。ファンの総称は、エンゲネ。読み方、エンジン。